そうですね、まず時間が長いんで、おお、ここか、10時間ぐらいやってましたよね。そうですね、まあ中身は濃くて、うん、全部全部集中しろって言われたんですけど、なかなか10時間も集中力持たないんで、隙を見て、まあ休憩とかしたんですけど、まあそれでも本当に中身も濃くて、一球一球本当フルスイングをしましたし、守備も一球一球集中して受け取ったんで、すごいいい練習ができました。さっき本当に一番きつい練習嫌だったなみたいな話がありましたら、嫌だったなじゃない、一番きつかったなっていう練習何かありますか、竹内さんあたり。そうですね、まあ本当にジュリも言ってましたけど、ランニングが2回あったので、それもありましたし、まあ、個別でコーチについてもらって練習とかもあったので、本当に練習時間が長くてきつかったです。長かったですか、はい、坂口さんいかがでしょうか。はい、僕もランニングです。ランニング、あと腹筋です。あ、腹筋を、あとはロングティーです。ファーストの守備練習もされて大変でしたね。あ、そうですね、でも日々挑戦です。日々挑戦。青木さん、久々に戻ってらして、この練習の感じはどういうふうに思いますか。いやまあそうですね、全然なんかこう野球のやり方が違う、練習のやり方が違うので、ああ、はい、もちろん分かっていたんですけど、少し戸惑った部分もありました。さあ、そして皆さん、青木さんがね、7年ぶりに僕でいらっしゃいました。青木さん、7年ぶりに戻ってきて、まあ、顔ぶれも、ね、拍手が送られておりますが、アイムバックです。もう一回、アイムバック期待して。あ、言いたくないですか。アイムバック、もう一回。アイムバック。お帰りなさいときに言ってました。これ、このシーズンずっと使いそうですね。うん、ずっと。アイムバック。アイムバック。ハイガイス、ハイガイス。どうですか、7年ぶりに戻ってきたヤクルトスワローズの顔ぶれ、チームの雰囲気というのはどういうですか。いや、すごく明るいと思いますし、いや本当にキャンプ中からすごくハードな練習してるんですけど、でもみんななんか本当に楽しそうにしてる時もありますし、うんうん、基本的には前向きにみんなやられてると思います。山田選手はルーキーイヤーで青木さんと1年かぶってたんですよね。はい、1年かぶってた。その時は喋ったりはなかなかできなかったんですか。いや、まあ最後のクライマックスで僕試合出たので、その時に3日間連続でご飯だけ連れて行ってもらって、あ、はい、お世話になりました。そうだったんですね。まさかこんな選手になってもらわなかったんですか。 あれはね、初めての出場がクライマックスの選手でしたから、はい、原ジェリー投手が右の腿を叩きながら何か言いたそうなんでしょうか。いや、僕も青木さんと、まあ、お話できたりしてすごく良かったし、ご飯も、いや、ちょっと上田さんと、まあ、青木さんとご飯連れてもらったりして、すごくもう僕みたいな人でも相手してくれてすごく嬉しかったです。中村選手もまだ 2,3 年目の時でしたもんね。そうですね、3年目、3年間一緒にいらっしゃっていただいたんですけど、青木さんに、今月じゃない、キャンプ中に飯行こうやって言われて、まだ一回も誘われてません。ああ、行けませんね。後輩を誘う立場だから。え、後輩を誘う立場でしょ、はい、無一郎は、はい、うん、だから、まあ、多分忙しいかなと思って。いや、まあまあまあ、シーズン中ですから、シーズン中で行くよ、みんな。秋吉さんの食事は、自分はWBC の時に、あ、そうか、はい、青木さんにご飯に連れてもらいました。 WBC でね、もしないですね。坂口さん、2個下ですかね、年齢としては。3つ下、学年で3つでしたもんね。はい、あ、はい、どうですか。まだです。まだですか、はい、あ、行きましょうね。もう全部行かなきゃいけないですからね。大変なんですが、さあ、時間の方もですね、まだですね、いただけるということなので、まあ、チームの優勝ももちろん目標だと思いますが、まあ、今年の個人の目標というのをね、ちょっと一人ずつお伺いしていきたいと思いますが、原投手からお願いします。はい、そうですね、ちょっと去年
負け数が多すぎたんで、ちょっと今年は、まあ、去年負けた分ぐらい勝ちたいなと思ってます、うん。そして山田哲人選手は今シーズン、今シーズンはその目標とする数字はないんですけど、いけるところまで行くっていう、もう動員の草を出して、誰もが認める活躍をしたいと思ってます。誰もが認める山田哲人。さあそして、中村選手は選手会長でもキャプテンも務めますが、そのあたりも含めていかがでしょうか。はい、個人的にはですね、全試合フル出場という目標を掲げ、またキャプテンとして、魅力でありますけども、チームの中心として精一杯頑張ってきたなと思っています。キャプテンシーといえば宮本慎也さんですが、何かアドバイスみたいなのをいただきました。いや、まだそんな全然まだないです。怖いですか。怖くないですか。怖くないです。失礼いたしました。秋吉投手いかがでしょうか。去年怪我して43試合で終わってしまったので、また70試合投げたいと思います。そうですよね。稲尾の再来というぐらい投げましたから、今年も期待しましょう。そして、坂口選手、なんで言われたんですか。いや、今2人なんか言ってたから何言ったのかなと。いや、もう全試合スタメンで出るつもりでやってきたんで、それを目標に頑張っていきます。はい。さあそして青木のりしか選手、今シーズン目標です。とにかく日本一になるんですね。日本一、はい、それが目標です。それに尽きると、はい、いうことでありまして、さあファンの皆さんからもここで、選手の皆さんに質問をいただこう。もっとつば九郎が何か、始球式のタレントさんを守る、ここが稲村亜美ちゃん事故現場です。あれは怖かったよね。スワクロ体張って守ると。分かりました。さすがに自信ネタをぶっ込んできますね。さあそれではですね、皆さんから質問を、受けたいと思いますが、左右さんがですね、先ほどのパッションの、左右さんがどこにいますか。はい、こちらスタンドに来ています。はい、声はすれども姿は見えず、この辺でしょう。あの辺ですかね。はい、じゃあ、さゆさんからいくつか質問聞いてみてください。はい、では早速お名前をお願いします。ささげと言います。今日はどの選手に質問されますか。秋吉選手に質問したいと思います。では早速どうぞ。秋吉選手、去年は一番後ろを任されることが多かったと思うんですけども、今年は何回も投げたいですか。聞き取れました。大丈夫ですか。今年は、何でもやとして中継ぎでいきたいと思います。何でもや、どこでも投げるという意気込みで。どこでも投げます。4回ぐらいからやっちゃう。はい、いかないか。どこでも行くと。はい、どこでも行くということです。よろしいでしょうか。その他にいらっしゃいますか。他に質問したい方はいらっしゃいますか。あ、手を挙げてる方がいらっしゃいますが、ちょっとそちらまで行きますね。さゆちゃんとの距離が、私はさゆちゃんをまだ見つけられてないのでわからないんですが、山さん応援団の方の上の方にいます。あ、上の方、はい、一番上ぐらいに来てます。はい、あ、本当だ、はい、手を挙げた人と接触するまでこれだと3分以上かかる。やっとたどり着きました。はい、はい、近くの方、はい、どうぞ。では早速お名前からお願いします。伊藤美希人です。今日はどの選手に質問しますか。山田哲人選手。では早速質問をお願いします。2年連続トリプルスリーを取ったけど、去年はどうして取れなかったんですか。聞きにくいこと。どうし、まあ、自分の実力のなさっていうのが一番だと思います。でも今年はやります。試合やりますよということで、お時間、残念ながらお時間となりました。ファンの皆様、今シーズン1年間温かい応援のほどよろしくお願いいたします。選手の皆さんも寒い中どうもありがとうございました。どうぞ皆さん拍手でお送りください。
さあ、それでは最後に今シーズンもファンの皆さんと共に